ここで今日を2時から明治大学と中央大学というところの試合があります。でそれに先立って、初めて小学生の皆さんを呼んで、こういう試合を開催しました。今日真剣勝負 で、思い切ってサッカーやって頑張ってください。ありがとうございました。以上をもちまして開会式を終了いたします。両チームフェアプレーで勝利を目指して頑張ってください。両チームの健闘をたたえ、今一度大きな拍手をお願いします。悔しい思いを次の力に変えるっていうのがとても重要なことだと思うので、これからもみんなプロサッカー選手目指してるみんな、どんな時でも大勝した日でも大敗した日でも、また明日サッカーを楽しんで全力で頑張ってほしいと思います。以上です。やっぱり負けたら悔しいと思うし、負けたくないと思うし、絶対に負けたくないっていうような気持ちを持って、毎日サッカーに取り組んでほしいなと思います。あとは、今みんな隣に仲間たちがいるんですけど、仲間たちを大事にして思いやりを持って、いいサッカー選手になれるように、みんなプロサッカー選手にやっていると思うので、その夢を叶えられるように毎日頑張ってください。
日頃より明治大学体育会サッカー部を応援してくださりありがとうございます。次回のホームゲームは6月15日土曜日14時から味の素フィールド西ヶ丘にて筑波大学と対戦します。ハーフタイムショーやプレゼント抽選会など様々な企画を用意しておりますのでぜひお越しください。詳細はインスタグラム X にて順次公開していきますのでフォローよろしくお願いします。会場でお待ちしております。